同系の陣中鉄道3号蒸気機関車3255型はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道省運輸省に在籍したタンク式蒸気機関車である元は南部鉄道が1926年に汽車製造で1両を製造した車軸配置2から6から2の端式に気頭の飽和式サイドタンク式機関車で1944年の 戦時買収に伴い、鉄道小石となったものである。南部鉄道ではニット小し、主に貨物列車に使用されたが、国有化に伴って仮番号131を付された後、3255型と改版された。国有化後は、あまり使用されることなく、1948年に廃車となった。本形式は、同じ汽車製造で製造され、後に、 国有鉄道1355型となった、相模鉄道の0の6の0型タンク機関車と、ボイラーやシリンダー周りの寸法は同一で、道輪直径を任意拡大し、軸重の軽減と走行の安定のため先はと、重輪を付加した構造である。また、サイドタイク周りは、平皿病を用いて、フラッシュ仕上げとしており、作りの丁寧さがうかがわれる。他に同型機としては、 神奈川鉄道の3型2両があり、製造番号も連続である。こちらの動向については、相模鉄道の蒸気機関車3型を参照されたい。ありがとうございます。